ライウチョ町作品76位作は、ビオトルチャイコフスキーが1864年6月から8月にかけて作曲した、還元楽のための序曲、嵐という訳語が当てられることもある。劇作家のアレクサンドル・オストルフスキーによる、擬曲、ライウに着想を得て書かれた。同擬曲は、レオシュ・ヤナーチェクのオペラ、カーチャ・カバノバーにも、霊感を与えている。本作は、 チャイコフスキー発の本格的な還元楽作品であり、作曲当時の年齢は24歳だった。彼は、ウクライナのハルキウにほど近いトロスティアネッツにある、アレクセイ・バシリエヴィチゴリツインコの領地で活気を、過ごしていた。サンクトペテルブルク音楽院で作曲を教えていた、アントン・ルビンシテインは、休暇前に学生に大衆オペラの助曲を、作曲するという課題を与えていた。 そうして書き上げられた本作であったが、本人は出版する価値のある作品とはみなしておらず、作曲者存命中には演奏されることもなかった。この意見は本作に否定的であったルビンシテインと、本作を、非音楽的な興味の展示館であると評したゲルマン、ラロー氏が影響を与えた結果である可能性がある。初演は、チャイコフスキーの死後の1896年3月7日。 サンクトペテルブルクにて、アレクサンドル・グラズノフの指揮で行われた、ミトル・ファンベリアー F により76という作品番号を与えられて出版されている。1865年、1866年の夏にチャイコフスキーは本作の開始部分を改作して演奏海用序曲派単調に仕立て直している。しかし、これも作曲者の生前には演奏も出版も、 されなかった。初演はようやく1931年になって、ボロネジでコンスタンチン・サラジェフの式により行われた。しばしば作品名の混同による混乱を生じているが、1873年に作曲された幻想序曲テンペスト作品18との間に内容的な関連はない。約13から14分。ピッコロ、フルートに、オーボエに、 コーラングレ、クラリネットに、ファゴットに、ホルニン4、トランペットに、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、タンブリン、シンバル、オーダイコ、タムタム、ハープ、ゲンゴブ。ロシアの地方都市に住むカテリーナは、母のいいなりになっている男性と結婚する。しかし他の男性に、心を惹かれた彼女は、夫が、不在にした隙に不定を働く。内部におののいた彼女は夫に、 不定の罪を打ち明けるが、義母に責められてボルガ川へ富を投げる。チャイコフスキーは、作曲にあたって、スケッチへ次のような筋立てを書きつけている。曲はおおむねこの筋書きに沿った上で、そなた形式によってまとめられている。曲は提言による助走から始まる。この主題は、ロシア民謡、イスホージラムラジションカから取られている。フレイチニドのトゥッティによるアタックがあった後、 ホルンにより、フレーニが奏され、コーラングレが繰り返す。フレーニ4、4拍子、アレグロビーボとなって、バイオリンからフレー3の主題が提示される。以下、この主題並びに、普天のリズムを用いて推移していく。フレー3速度を落として補聴調,調の主題が、表情豊かに奏でられる。フレー4速度をアレグロに戻し、フガが後で出されるフレー3にフレー4が対地されて、 精力的な展開が行われる。やがて静まっていき、弦楽器のトレモロに乗って、フレイ3が再現される。フレイ4は波長長で、再現されるが発展せず、広大入る。最後は波長長へ転じて華々しく、幕を閉じる。ありがとうございます。